シールザプレミアムボイス。イスこのコーナーは、私、本条まなみが実際に田舎の農業村を訪れ、そこで感じた。自然にまつわる貴重な声を中心に、その魅力を紹介していこうというコーナーです。川のせせらぎ、鳥のさえずり、そこに暮らす人たちの声など、そういったすべての音や声をまとめてプレミアムボイスと名付けました。 今回訪れているのはこの音この音だけでは何なのか分かりづらいかもしれませんが実はこれおいしいいいいちごを摘み取った時の音なんです。ということで今月は南淡路で小林武彦さん47歳が栽培されているいちご。 を取材してきております。小林さんは阪神淡路、大震災の後、奥様のふるさとである淡路島に移住しました。2000年に収納し、現在は小林農園を経営されています。4週にわたってこの地域の情景、いちごの魅力、小林さんの思いなどをお送りしていきますが、今週は2週目になります。 今回のプレミアムボイスをお聞きいただく前に、まずは先週のダイジェストをお聞きください。こんにちは。こんにちは。あ、どうもはじめまして、本場まなみです。はじめまして、小林です。小林さん、よろしくお願いします。ます一回取ってみましょうか。いちごつむのを。はい。ちょっとね、はい、一回ね。 見せててくださいどうやってこれでここのねちょうど一番先っぽのところと、はい、このいちごのついてるところをちょっとこう、はい、角度を変えてやるんですね。ヘタの部分を、はい、変えるとピキッと取れるんですけど、はい、まあ僕らこう収穫しとったら急いで取らない,いかんから、はい、やるとと,こういう栄養とっても温かな南淡路に広がるいちごの風景は。 綺麗だったんですよさあそれでは今週の「プレミアムボイス」をお聞きくださいいただきますうーん甘い 香りがまた広がります口の中でスッと広がるでしょこれは中の実は真っ白なんですねちょっとねあの品種によって白いやつと赤いやつがあって綺麗な色ですね外はとっても赤あのシュアカのいい綺麗な赤で、えー、中は白くて白くてもまああのみんな赤くなかったいかんっていう人もいるんですけど、えー、そうでもないんですよね品種によってとってもそしてみずみずしいですね、うん、もう取れたてなんでわー美味しい うん、このプチプチのプチプチ感がいいでしょう、えー、たまらないですね <laughs> うわー幸せこれおいしいあのいちごって。 よく、ね、お店で並んでてもわ分かんないんですけどいつもあのパックごと匂いを隙間からめちゃめちゃ匂いを嗅いで選んでるんですけど<ー>どうやって見分けるか何、はいあのー、とも言えないんですがもうちょの照り具合,照り具合とあと首のところまで、はい、まあ赤くなってきている首のとこっていうのはこのヘタの付け根のところですかあこのギリギリまで赤くなってる。こっっっちちだだたらまだちょっと まだ薄いですね。白い、ね。やっぱり、うん、この首のとこまでくるように。これが完熟ということ。になってきますね。はい、口の中でスッと広がるいちごの香り。そして味は。本当に甘くて美味しかったです。プチプチ感も素晴らしいですね。そんな美味しいいちごの見分け方。照り具合。 そして、ヘタの付け根の部分までが赤くなっていることなんだそうです一株ででいどのぐらい取れるんですか,れんですか、ね、これからう、まあ、株によりけりでうまい人で6 0 0ムぐらい取るかな店で売ってるパック2つ分取ったらまあ上級者。 私も、はい、あの子供がおりまして、はいちご、まあ、狩り大好きなのでお、はいしいのを食べたいですよね、はい、でしかもやっぱりギリギリまでなってる完熟のものでお、はい、はいはい、美味しいのを探す秘訣っていうのはあるんですかね,えっとね探す秘訣というかまずは予約をもらってたら置いときます。はい なるほど取らなないです飛び入りじゃなくって <laughs> ちゃんとまあ3日か4日か、まあ、できたら1週間ぐらい前、はい、もっと前の方がいいんですけど、ええ、予約もってたらその人に合わせて置いとくことができます少なくともなるほどねまずはそこがまずポイントで、はい、あとはねもうあのちょっと形が変であってもねあの、まあ、たまにあるんだけどちょっとここちょっとこんなんあんまりよくないんですけどちょっとひび割れみたいなのがき<ー>たりとかね。はいはいはい えー、それとかちょっと間延びしたみたいな形になるとヘっと伸びたような形になると味しいんですおいしい,、えー、しい意外とね逆においしいですちょっと店ではちょっとねこのちょっと傷っぽくいうか、ね、確かにスッと筋が入ったようになっていて、えー、赤いところがはいそれがちょっとあの見栄えが悪いとかいうふうに私は全く気にならないんですけどね、はい けどそれがそういうなってくる方が美味しいんです。どうしてなんだろう。まあ召し上がってもらったらわかりますい。いただきます。はい、外れました。甘い。そうでしょう。さっきのより甘いかもしれない。<laughs> そうでしょう。<laughs> そうでしょう。それが実は甘いんです。<laughs> でみんなに説明するんだけどなかなかそれを食べてくれない人。人 <laughs> 見た感じが悪かったりしてね。いちご狩り一株から 600グラムも取れれば上級者なんだそうです。また少々形が変わったものの方が美味しいんですって。そんないちごには欠かせない八の謎にも迫ってみました。そうなのか。ちょっとこうががま、ね、間のまの間延びをしたようなはいはい <laughs> ちょっとこう伸びきったようなのが困難がいけたりするんですよね。 面ね、まあ白いですね。美しい形ばかりがいいものとは限らない,ということですね。ちょっとこれはあの<ー> <laughs> 一般の人はねなかなか逆に店で出てないんでね。うん,うん、うんそうですね。こんな形になってきたら店であまり出しにくいんですよね。ああなるほど。うん、あのー、このビニールハウスの中にははち、い、が飛んでいますね。そうですはい。 このハも大活躍してるハですかそうですね。も,ししもうこのハがいなかったら形が作れない。それこそもうあのガタガタの形になるんで、へ<ー>うんこんなスッキリした形を作っているのはこのハたちなんで。このあの受粉ちゃんとするためにハがいるっていうことですよね。そうです。ハ、はい、が来てこの花の周りをクル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 回って花粉を取っていく 花粉と蜜を取っていくから、綺麗、ええ、な実ができるんです。はい、この鉢はずっとこのビニールハウスの中に住みっぱなしなんですか。じゃないんですよ。これはね、あの、まあ、あの。自分で育てることもできるんですけど。十一、はい、月ぐらいだったら、スズメバチに攻撃を受けるんです。十十、はい、月ぐらいかな。ま、はい、それはちょっとさすがに、僕らももう、あの、管理できなくなるんで。でねええ、そういう養蜂業者がいて、はい、そこから、こう、あの、販売してもらう。 開けてもらうっていう形なんですね。そして、まあ、話。冬の間話して、てそうですね、はい。で、まあ、場所によったら、そのリースみたいなところもあって、ね、春になったらお返しするとか。そういう制度なんです。あ、あの、いちご狩りのね、あの、ポイントは。あの、特に団体さんで来た時なんかは、そうなんですけど。はい、<laughs> みんな、入り口のところで、わっと感動して。 パっと集まるんですよね確かにそうですよ。確かにそうですよ、ね、いつもだいたい入り口に固まってます,いいす、ね、はい。だからコツはまず入ったら真っ先に奥へ行くんですねストーンとはそ、あ、れ <laughs> でそこから戻ってくるんですほんならなかなかみんな来ないからその間に取れるんですよゆっくりとはい。ゆっくりじっくり自分の好きな一応をやるそういうことなんです <laughs> はい。ということで今回は以上三つのプレミアムボイスをお聞きいただきました小林さんはですね 本当にイチゴをこう見つめながらいろいろお話ししてくださったんですけどなんとも優しいお顔をされるんですねもう子供のようにイチゴを慈しんで育てているというようなそんなこう気持ちが伝わってきましたさあ、そして誕生されたイチゴたちがまた見事で,でしてね、本当にこう,こう 株もすくすく元気に大きい立派な一株一株イチゴの苗なんですけれどもそこからできているイチゴがまた見事なんですね一粒がですね大きいもので四センチとかそのぐらいありましたこう非常に持ち重りがしてですねずしっとこうするんですよでも表面はツヤツヤピカピカで もう果物の中でも女王様っていう感じですね本当に華やかさがあって可愛らしさがあってもう本当に綺麗な食べ物だなっていうふうに思いましたさあそしてそのお味なんですけれどももう積み立てのいちごってえっと甘さもちろんですけれども香りが何と言っても素晴らしいんですね。 あの花のような蜂蜜のようななそんなとててもいいい香りがしていましまたやはりあの出荷されてあの普通に八百屋さんだったりスーパーに並ぶまでには摘み取ってから1日そして2日とそんな風に時間が経ってしまうということなので早め早めにつ摘まなきゃいけないっていう。 ことが、ね、あるんでしょうけれどもやっぱりこう完熟するまで枝についていたいちごっていうのはもう全然違う本当にこう何ともみずみずしくってジューシーでうまみがたっぷりこう本当にもう口からあふれるほど本当においしいっていう。 もうその一言でしか言い表せないんですけども本当にね美味しい優しい味がしていましたさあ来週もですねいちごのお話そして淡路島で農園をされている小林さんの農業にかける熱い思いを語っていただいておりますそちらの方もどうぞお楽しみに以上「フィールザプレミアムボイスでした